はい、こんばんは、カナリーイエローです。今回ご紹介するのは、アングバンド。1990年にリリースされたローグライクゲームです。現在最新はバージョン4。ブラウザでもプレイが可能です。アングバンドは、モリアというゲームの発展として開発されました。モリアというのは、そう、映画のロード・オブ・ザ・リングにも登場した、モリアの行動のことで、もともとトールキンの作品から着想を得たゲームでした。アングバンドというのもトールキンの作品に登場します。名誉モルゴスの要塞の名前ですね。これは英語に訳すとアイアンプリズンというらしいです。そう、まさに鉄の牢獄。ゲームの目的はダンジョンで100回降りていってモルゴスを倒すことです。場合によってはその後もレアアーティファクトを探してプレイすることができて、ローグライクというよりは今日のトレジャーハンティングの要素があるゲームに大きな影響を与えました。ゲーム性はネットハックの系統とは異なり、ダンジョンの階層は保存されず、何回でもランダムに再生成されます。よって、理論上はアイテムは無限に手に入り、プレイヤーは時間をかけてダンジョンに潜り、アイテムを拾う、持ち物がいっぱいになったら帰ってくる、というサイクルをこなすことができます。これをターン制ではなくて、リアルタイムで動かす、というアイデアのゲームが有名なディアブロですね。自分はディアブロ1は未経験で、ちょっと操作は見ていませんが、ローグベージンでいくらかの抜粋を読むことができます。確かにそう考えれば、ゲームの体験は非常に似ていますね。アングバンドはオープンソースでバリアントがたくさん存在します。バリアントというのは改造版でしょうかね。例えば、ワーグナーのオペラや SF 小説、その他、クトゥルー神話の怪物が、他のユーザーによって追加されたバージョンがあります。日本ではヘングバンドがすごい有名ですね。もうあれは全部出てきます。ロード・オブ・ザ・リングから、それこそ日本の漫画とかですね。まあ純粋にファンタジー RPG をプレイしたい場合は、この本来のアングバンドですね。いわゆるバニラがいいんですけど、たくさんのバリアントがあって、あらゆるジャンルが混ざったこのカオスな状態がある意味ではこのゲームの魅力ではありますね。というわけで今回はアングバンドを紹介しました。このチャンネルは現在、海外ゲームを中心に、現在はローグライクをたくさん紹介しています。もしよかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンをよろしくお願いします。ではではまた次回の動画でお会いしましょう。